皆さんこんにちは、皮膚科医の小林智子です。今回はビタミン A の種類であるレチノール、トレチノイン、それからアダパレンのそれぞれの違いとおすすめの使い方について解説したいなと思います。で、普段からですね、例えばレチノールとアダパレンは併用できるんですかというような質問や、レチノールとトレチノインはどっちがいいんですかというような質問をたくさんいただきます。レチノールもトレチノインもそれからアダパレンもレチノイド作用を有するという点が共通しています。で、このレチノイド作用とは何かというと、まずレチノイドというのはビタミン A およびその誘導体の総称のことを言います。で、このレチノイドにはどういった作用があるかというと、簡単に言うと肌の新陳代謝であるターンオーバーを促す効果があります。で、このターンオーバーが促されることによって、コラーゲンやエラスチンといったような肌の弾力性を司る成分の酸性が促されたり、ヒアルロン酸と呼ばれるような成分も増加します。あとは肌の表面にある表皮を厚くするような効果がレチノイドにはあって、それによって肌の張りをアップさせるような効果があります。それだけではなく、ターンオーバーが促されることによって毛穴が詰まりにくい状態にしてくれるため、ニキビの改善効果が期待できます。他にも皮脂の分泌を抑制する作用がありますので、毛穴の改善やテカリの改善効果もレチノイドにはあります。で、もう少しこのレチノイドについて詳しく解説すると、レチノイドにはいくつかの種類があります。こちらのフリップをご覧になっていただきたいんですけれども、こちらがいわゆるレチノイドファミリーと呼ばれるものです。レチノイドにはいくつか種類があるんですけれども、トレチノインは医薬品の取り扱いとなって、それ以外のレチナール、レチノール、それからパルミチン酸レチノールなどといったレチニルエステルは化粧品に配合される成分となります。で、いずれの成分も最終的にレチノイン酸の形になって初めて肌に作用して、具体的にはこのレチノイド受容体に作用することによって様々な効果を発揮します。で、まずですね、レチノールとトレチノインの違いは何かというと、ご覧の通りレチノールというのは肌に作用するレチノイン酸になるまで2回変換が必要となる成分となります。一方トレチノインはレチノイン酸の形そのままで肌に作用する成分となります。そのためトレチノインは医薬品の取り扱いとなっているんですけれども、レチノールは変換が必要な分よりマイルドな成分になるんですけれども、トレチノインはパワフルな成分である一方、赤みや皮むけといったような副作用も認めやすい成分となります。レチノールはトレチノインと比べるとマイルドな成分ではあるんですけれども、赤みや刺激といったような副作用は認めにくいという特徴があります。ではですね、アダパレンはどうかというと、アダパレンは化学構造上はナフトエ酸受容体といって、厳密にはレチノイドではありません。ただですね、先ほどご紹介したようなレチノイドと同様、レチノイド受容体に作用することによってその効果を発揮する成分となります。ではですね、次にアダパレンとトレチノインはどう違ってくるのかというと、これはですね、働きかける受容体が変わってきます。先ほど申し上げたように、レチノイドはレチノイン酸の形で、レチノイド受容体に作用して初めて効果を発揮する成分です。この受容体には合計6つの受容体があって、それぞれ RAR、アルファ、ベータ、ガンマ、 RXR、アルファ、ベータ、ガンマというふうに分類されます。このうち肌において重要になってくるのは RAR で、中でも RAR ガンマが皮脂腺に多く発現していることが分かっています。一方 RAR ベータについては表皮についての発現はないんですけれども、 RAR アルファについては広く分布されているのが特徴となります。で、トレチノインは受容体すべてに作用する成分となります。一方アダパレンについてはすべてに作用するのではなく、ベータ、ガンマ、
のみに作用する成分となります。そのためトレチノイよりも副作用をより認めにくいのが特徴です。ではですね、以上の知識を持ってそれぞれどう使い分けていったらいいのかということなんですけれども、その使う目的によっても少しずつ変わってきます。まずニキビについてなんですけれども、ニキビにおいてはアダパレが保険適用として処方できるお薬となります。具体的にはディフェリンというお薬になるんですけれども、ディフェリンには 0.1% のアダパレンが配合されています。で、ニキビにおいてはこのアダパレンとトレチノインの使用をおすすめします。どのように効果が違ってくるのかというと、これはアダパレンとトレチノインを比較した試験がいくつかあるんですけれども、その報告によるとだいたい 0.025% のトレチノインと 0.1% のアダパレン、すなわちディフェリンが同じぐらいのニキビの改善効果があるというふうに言われています。一方 0.05% のトレチノインに関して言うと 0.1% のアダパレンよりもよりそのニキビの改善効果が高いというような報告がいくつかあるんですけれども、副作用もその分多く脱落してしまう方が多いというような報告があります。なので個人的なおすすめの使い方としては、まず最初は 0.1% のアダパレンであるディフェリンからスタートしていただいて、肌が慣れてきたら 0.05% のトレチノインに切り替えたり、あるいは同じく保険適用として処方できる過酸化ベンゾイルを併用するというようなやり方がいいのではないかなと思います。このアダパレンと過酸化ベンゾイルが最初から一緒に配合されているエピリオというお薬があり、こちらもニキビにおいて保険適用となっているお薬となります。もし気になる方は一度皮膚科で相談されることをお勧めします。で、毛穴の改善効果についてもニキビの改善効果とほぼ同じではないかなと思います。要はですね、 0.05% のトレチノインの方が 0.1% のアダパレン、ディフェリンよりも毛穴の改善効果は高いということが予想できるんですけれども、毛穴で気になっている方の中にはコメドといってニキビの初期段階の毛穴詰まりである方が多くいらっしゃいます。なのでそういった方は先ほどと同様 0.1% のアダパレンであるディフェリンから開始されることをお勧めします。で、そうではない方はですね、副作用が心配な方はやはり 0.025% のトレチノインから開始していただいて、肌が慣れてきたら 0.05% のトレチノインに切り替えたり、あるいはサリチル酸などの皮脂汚れを除去する効果が高い成分を併用されることをお勧めします。次にエイジングケアについてはどうかというと、これも先ほどのニキビと同様、最も効果が高いと言われているのはトレチノインです。トレチノインは先ほど申し上げたように医薬品となる成分なんですけれども、大体ですね、クリニックでは低濃度なものですと 0.025% から高濃度ですと 0.2% 程度のものまであります。これまでの報告でシワの改善といったようなエイジング効果に関しては 0.025% でも十分効果があるというようなことが分かっています。で、トレチノインは先ほど申し上げたように副作用を認めやすい成分です。やはりですね、濃度が高まれば高まるほどそういった副作用の発現頻度が高いというようなことも分かっています。で、皮むけや赤みといったような副作用は顔においても出やすいところと出にくいところがあります。出やすいところは口周りやフェイスライン、それから目周りが多いです。人によってですね、シワが気になる箇所は変わってくるとは思うんですけれども、やはり多くの方が悩まれているのが目元のシワです。で、目周りというのは副作用を認めやすい部位になりますので、やはりですね、最初は低濃度の 0.025% から始められることをお勧めします。で、エイジングケアにおいて多くの方が使われているのはレチノールだと思います。レチノールもこれまでの報告でシワの改善といったようなアンチエイジング作用においては最もエビデンスの高い成分の一つとなります。
ただですね、先ほど申し上げたようにレチノールは化粧品に配合される成分となりますので、たくさんレチノールが配合されている化粧品の中でもその配合濃度や安定性などは大きく変わってきます。で、よくですね、皆さんその配合濃度にこだわる方が多いんですけれども、それだけではなく保存性もぜひ着目していただけたらと思います。具体的にはきちんと遮光されているものやエアレス容器といったようなものがおすすめです。で、配合濃度においては日本の化粧品においてはなかなかその濃度を明記しているようなものは少ないと思います。基本的に配合濃度を明記しているものとなるとクリニックの専売品だったり、あるいは海外の化粧品であることが多いです。レチノールもトレチノインと同様、濃度が高まればその分副作用も認めやすくなりますので、最初は低濃度のものから始められることをお勧めします。他にもレチノールの副作用を軽減するテクニックはいくつかあって、詳しくは以前の動画で解説しているものがありますので、ぜひそちらもご覧になっていただけたらと思います。で、レチノールは先ほど申し上げたようにトレチノインと比べるとその効果についてはマイルドな成分となります。ただですね、レチノールのいいところとしては他の成分と一緒に配合できるという点があります。おすすめの併用成分としてはナイアシアミドやセラミドといったようなレチノールの副作用を軽減してくれるような成分だったり、あるいはペプチドなどの他のエイジング成分が一緒に配合されているようなものがおすすめです。で、化粧品において個人的に注目しているのはレチナールです。レチナールはこちらのフリップで言うとトレチノインとレチノールのちょうど間にある成分となります。そのためレチノールよりもよりパワフルな成分と言えます。これまでの報告で 0.05% のレチナールと 0.05% のトレチノインではシワの改善といったようなエイジング効果がほぼ同等であったというようなものもあり、やはりレチナールの方が副作用が圧倒的に低かったというようなことが分かっています。で、レチナールが配合している化粧品は海外では少しずつ増えてきてはいるんですけれども、日本においてはまだほとんどないかと思います。日本においてもこのレチナールが配合されている化粧品が増えてくるといいなというふうに個人的に思っています。で、最後にアダパレンはどうかというと、小さなスタディにはなるんですけれども、これまでの報告ではシワの改善といったようなエイジング効果がアダパレンにもあるというようなことが分かっています。具体的には 0.05% のトレチノインと 0.3% のアダパレンがその効果が同じぐらいであったというようなことが分かっています。日本において 0.3% のアダパレンというのはないので、0.1% のディフェディンに関して言うと 0.05% のトレチノインよりもその効果としてはマイルドかなとは思います。ただですね、日本は尋常性挫創というニキビの患者さんしか保険で処方することができません。なのでもしニキビがあってディフェディンを処方されたというような方は、せっかくなら目周りなど面で広く塗っていただいて、その効果を最大限活かしていただけたらと思います。で、アダパレンというのは第3のレチノイドというふうに言われているんですけれども、同じく合成のレチノイドとして第3のレチノイドと言われているのにタザロテンと呼ばれる成分があります。で、エイジング作用においてはアダパレンよりもこのタザロテンと呼ばれる成分の方が報告が多いです。ただ日本においてこのタザロテンはまだ流通していない成分となります。タザロテンはトレチノインと同様、それなりに刺激といったような副作用を認めやすく、またコストが高いというような特徴もあり、そういった理由からもなかなか日本には流通していないのではないかなと思うんですけれども、もしかしたら今後日本にも入ってくる可能性はあるのではないかなと思います。というわけで今回はレチノール、トレチノイン、それからアダパレンのそれぞれの効果とおすすめの使い方について詳しく解説させていただきました。何を使うかももちろん大事なんですけれども、どう使うかによってもその効果は大きく変わってきます。
で、どう塗るかについては以前の動画で詳しく解説しているものがありますので、ぜひそちらも参考にしていただけたらと思います。ということで今回の動画は以上です。それでは。